方を側面から見たところ方ずりしたり、方にキスをする人々方とは、方とは目の下、鼻の脇にある柔らかな部分のことである。方の皮下には唾液腺の一つ、自家腺があり、唾液が作られている。食物を食べたり、食べるところを想像すると、唾液腺から唾液が放出されるが、方を円を描くようにマッサージしても口中に唾液が出る。 顔の様々な部位に毛細血管があるが、特に頬あたりの毛細血管は目立つ場所にある。感情が高ぶると血行が良くなり頬あたりが極端に赤くなる人もいる。世界的に見て寒い地域に住んでいる子供の方は寒風の影響を受けて真っ赤な色をしている場合が多い。一般論として言えば年齢が若い段階では頬の赤さが目立つが、 年齢とともに次第に赤みが失われていく。女性が化粧をする場合あたかもまだ若いかのように、装い方にやや赤みがかった色を刺すことが一般的である。これをチークからアホウベニという。一般に、頬への接触を許すということは、相手との心理的な距離が近いと思っているという意味がある。西洋では、親愛を示す挨拶方法の一つに、頬と頬を合わせて、 キスをするという方法が広く行われている。また、親しい者同士が死骸の情を示す方とき、頬と頬を接触させるという方法がある。また同様に、家族間、恋人間などでは、相手の目を見つめつつ、相手の方を手で優しくなでるということが行われることもある。子供の不満の表現方法の一つとして、子供のように不満を表明する方法として、口を閉じて、 方を膨らませる方法がある方言として、ほっぺた系統は東日本、ほうべた系統は西日本に多く見られる妖霊であった。ほっぺたの方が新しく、江戸時代において、江戸を中心に用いられ始めたと推定されている。また、稀な妖霊としては、ビンタがある。古語で、方に当たるのは、面であり、面の皮が厚い、面汚し、横面。 面をかせなどの形で現代にも引き継がれている。頬骨、胸筋、咀嚼筋、口筋頬がなければ、口にした食物は噛み砕くほどに、口の脇からこぼれ落ちてしまう。咀嚼を行おうとする動物にとって、頬は、書くことのできない部位である。画像の犬は、木の枝を加えているが、物を食べる時には頬を締める。鴨のシ恐竜の一種である。 ハドロサウルス法能を備える動物咀嚼は口に入れた食物がこぼれ落ちないようにする多いとしての法と適切な神一に食物を移動させる役割を担うしたが共に正しく機能して初めて可能となる咀嚼を行う動物を哺乳類に限定して説明がなされる場合が多いが厳密には哺乳類の祖先系統にあたる絶滅動物群も該当するまた 植物植生の恐竜などといった多系統の動物にもそのような例はある。なお、頬を持たない動物は、海鳥や蛇がそうであるように食物を丸飲みにするか、猛筋類やデスロールを行うアニがそうであるように引きちぎることによって適当な大きさに加工した上で飲み込むという方法をとる。頬の上部には頬骨があり、人の場合、皮膚の上からも突出部として見える。 頬の内側には、胸筋がある。血種類の多くの種や、霊長類の一部の種は、食物を一時的に放置するための伸縮性に富んだ、頬を備えている。この頬に物が詰め込まれた時、皮膚の伸び切った様子が袋のように見えることをもって、漢字文化圏の動物学用語で、方能と呼び、日本語の通俗語では、頬袋とも呼ぶ。なお、英語では、チークポーチ。 ドイツ語では、バケンタシという。人及び人に、禁煙の霊長類は、頬の内側にあって、よく発達した胸筋を動かすことによって、気度哀楽の感情を巧みに表現する。特に、左右非対称の形を作ることで、不満や怒りを表現することは、可動性の高い胸筋があってこそである。頬にピアスを施した男性、ありがとうございます。